Welcome back to One Piece Odyssey, picking up right where we left off, right before I go into this Memoria Cube. Now we can get out of this world. Memoria is over, just like the one in white said. We're going to see that one in black, and when we get back to Wayford, let's go. And we're back in Alubarna, or not Ohana, but... ドレスローザを抜けたら出られるんじゃなかったのか。メモリアキューブは行きましょう。そんな、ルフィ、どうして。私にはどうすることもできない。あなたはこれまでの冒険で何を得たの。誰。ここで諦めてしまうの。でも、もう私の声は届かない。彼らは諦めていないわ。ルフィ、あなたにできることがあるはず。If there's really nothing to do, get depressed that I can't do anything on my own. No, there's gotta be something. Something she's not thinking of. Actually, anything I can do? Save game? Yes. Oh. Alright. Nanoha Harbor Market. So let's see. Let those hands protect. I believe it just said this is the last chapter, so... Let's see. Right. Nah, it's not there. Let's see. Where did the people from the shop go? No idea. The goods don't look damaged. Not sure what's going on. But it surely seems like an anomaly has occurred in this world. Hello, is anybody here? No response. There might not be anyone in the buildings either. Damn, what the heck's going on? Alright. Oh. Yeah, the Memoria Cube's not here where it should be, so... Does that mean we gotta go fight Crocodile again? Memoria Cube が... どうやらあの黒い少女は、私たちをここから出す気はないみたい。おいおい、勘弁してくれ。本当に一生このメモリアの中に閉じ込められたままかよ。いやー、それじゃあこの世界で死んで骨だけになっちゃうじゃないですか。But you're already nothing but bones. お前はもう骨だろ。あ、そうでした。All right. ふざけてる場合か。ずっと同じ思い出の中をぐるぐる巡らされるとか、冗談じゃねえ。いい加減にしろ、黒いやつ。俺たちをここから出せ。みんな、どうして私には何もできないの。ごめん、ルフィ。助けたいのに、もうダメ。ここから出られない。ルフィはあの時私を、島を救ってくれたのに。諦めてはダメ。あなたに、あなたにしかできないことがあるはず。それを教えてくれた仲間のこと思い出して。
俺たちの一族は決して諦めない。最後の最後まで必ずやりきる。アディオもずっと諦められない願いを抱えて、だから私も諦めない。ルフィこれは なんだ。シロリム、お前あれがひるんだわ。今のうちにさあ。メモリアから抜け出せたのか。よくも。黒いやつ、よくも抜け出してくれたな。俺たちをあんなところに閉じ込めて何がしたいんだお前。観察だ。それ以上でもそれ以下でもない。メモリアでもそんなこと言ってやがったな。クソ迷惑な。そうだ、俺たちは見せ物じゃねえぞ。それにただ観測するだけならわざわざメモリアに閉じ込める必要なんてないでしょ。わざわざ人の記憶を変えてまで何を観測してってんだ。別に。何？時に人間もあるがままを観測するだけでなく、実験と称して対象をわざと特定の状況下に置き、その様子を眺めることがあるだろう。ただ対象がどのように動くのかを知るためだけに。私はそれと同じことをしただけだ。特におかしなことをしたとは思っていないが。あんたにとってはただの実験だったとでも言うわけ？そう。そうだって。私たちを何だと思ってるの？そっちにとっちゃおかしくなくてもこっちにとっちゃ大迷惑だ。アディオがあなたの本体を使って海軍、世界に報復しようとしたこともあなたにとっては観測のための実験だったのかしら？それともワフルドが正解に落とされたことも、もしかして古代のワフルドが皇帝に悩まされていたこともあなたの実験？ロビンちゃん、それどういうことだよ。リタスウェルテの記憶が記されたキューブには私たちがメモリアに閉じ込められたことの元凶ではなく、神の息吹はこの島が見舞われた全てのことの元凶と記録されていたわ。一体どこからがあなたの仕業なのかしら。観測対象が変わっただけだ。かつては空島の者たちが皇帝によってどう動くのかを観測し、次に正解の者たちを観測対象に選んだだけ。長きにわたるアディオなる男の一族の行動はなかなかに楽しませてもらったがな。 That's fucked. アディオを苦しめてたのもお前だったのか。苦しめたつもりはない。
かな状況に置かれた時、人はどのように思い動くのかを観察していただけだ。なんだと？文字？ああ、この入れ墨のことか。全然違う感じのやつだけど、エースの背中に書いてたんだ。俺のは一族に受け継がれてきた文様でもあるからな。魂のものさ。打ち勝ちたいもの、守り抜きたいもの、何でもいい。絶対に曲げられないことの証明ってやつだ。エースは白ひげのおっさんのドクロだったな。そうか。つまりはそういうことかもな。魂のようなものか。いいな、アディオ。かっこいいぞ。そう思うか。ああ、気に入った。俺はあいつのこと気に入ってたんだ。人の大事なものをめちゃくちゃにするお前のことが、俺は大嫌いだ。お前をぶっ飛ばす。それは叶わぬことだ。もう一度お前たちをメモリアに送ってやる。観測再開だ。ダメー！ん？何だと？リム！ルフィ、無事だったのね。おい、しっかりしろ。ルフィ、大丈夫よ。この子の核になっているキューブは傷ついていない。気を失ってるだけよ。あの黒い少女は、リムが神の息吹の意識に乗っ取られていた姿だったのね。まさか、キューブがこの私を裏切るとはな。予想外の事象だ。面白い。大昔クキューブ。じゃあ今喋ってるのが神の息吹の意識ね。だが実験は再開させてもらおう。今一度お前たちをメモリアへ。こっちよ。何だってんだ。ここ不思議空間ですね。白いやつ。あなた、リタスエルテの記憶。ごめんなさい。あなたたちを神の息吹の暴走に巻き込んでしまって。せめてもっと早く直接助けてあげられればよかったのだけど。あなたが謝ることじゃないわ。そうだ、俺たちをメモリアから出してくれて助かったぞ。それも私一人の力じゃないわ。あなたたちがリムと呼んでいるキューブの子があれに隙を作ってくれた。だから私はメモリアに干渉することができたの。リムが？あなたたちとの冒険が彼女を強くした。神の息吹の呪縛を打ち破ったのはあなたたちとの思い。リム、ありがとうな。Talk to Rita Suerte。I don't know what everyone else has to say about that first, though. This one I thought we got out of Memoria, and now this. So now that we know they're behind everything, what exactly do we need to do? Simple. You punch the crap out of the Divine Breath. Like a good shonen protagonist. Don't give a damn about their survey or whatever.
You can't just ignore that big one. Yeah. Freya didn't show up, we'd be back in Memoria right now. You must be grateful for her. Yeah. Rhea Suerte's memory. Luffy, let's hear what she has to say. The secrets behind the divine breath and large elastic cube. I'm sure she knows the answer. Probably. Let's see. How dare that damn giant cube take over Lim's body? It's gonna pay. That big cube doesn't look like it's headed this way yet. It's probably just a matter of time. If we try to leave, we'll get sent back to Memoria. There was only something we could do about its power. Damn it. Can't think of anything. Honestly, who does that cube think we are? I mean, not just us, but Audio and his people. And now Lim too. It really ticks me off. Yeah. Let's see. But okay, right? She's hurt all. Thank you, Trevor, but she's okay. She just passed out after resisting the large elastic cube's power. See? Just let me know if there's anything I can do. Alright. Everything is brought about by the Divine Breath's rampage. I can finally deliver you the truth thanks to Lim. Alright. So please listen to what I have to. Yeah, of course. Tell me about them. Yes, of course. Let's see. 神の息吹。それは私、リタ・スウェルテが生きていたよりも、はるか昔の空島で作られたとされる、古の気象観測装置とも言われて、自ら意志を持ち、観測を行う異物、やがて気象現象の観測のみならず、この世のあらゆる情報を観測するようになり、長い時を経て、観測は、神の息吹の本能とも言えるものになっていった。観測のために旗迷惑な実験まで行うとは、とんでもねえ装置だな。じゃあ、あのでっかいキューブは何なんだ？大昔キューブは、神の息吹の集めた情報を記録しておく記憶装置。私たちが使うキューブを生み出す大元の存在、そして神の息吹の意志が宿る場所、神の息吹が気象現象を操っているように見えるのも、実際はキューブ化された現象の記憶を再現しているの。神の息吹はいつから実験を行っているの？神の息吹は遥か昔から実験を行い観測をしてきたわ。私たちが古来より苦しめられてきた皇天もあれの仕業だった。それに気がついた私たちは神の息吹の意志と交流を図り、実験を止めるように説得した。そして自分たちの研究データを提供することによって神の息吹の実験は止まった。でも私の死後、空の巫女が何代か変わった頃、神の息吹は空島の観測に飽き、観測の場を正解に求めた。ワフルドを正解に落とすことを思いついた神の息吹は、自らの傀儡を通じて世界政府に接触。そして、神の息吹を得ようとする世界政府とワフルドの間で戦争が起こるように仕向け、自ら正解に落ちたの。待って、あの戦争も神の息吹の仕業だったっていうの？ええ、ひどい。あの戦争で、あの大落下で、一体何人の命が奪われたと。でもそこに神の息吹の誤算があった。私たちワフルドの科学者は秘密裏に防衛を仕掛けていたの。神の息吹の力が他の何者かに利用されないように、空の巫女の眠りをもって神の息吹が停止するようにね。アカリム、デカキューブのところに行かせてくれ。俺はあいつをぶっ飛ばす。でもよ、またメモリアに閉じ込められちまうんじゃねえか。
私の力で無効にできるかしら。あなたにこれを渡しておくわ。これはワフルドの研究者たちの記憶よ。私たちは神の息吹の力を借りながらも、いつかその力に依存しないでもいいような研究をしていたの。これはその研究のすべてが詰まった結晶。いつしか神の息吹に依存しない天候制御の術を得ねばならない。完成していたの。ありがとう。これならきっと。なら迷うことはねえな。リムはどうする？この子はここで保護しておくわ。頼んだぞ、白リム。え、よし、行くぞ、お前ら。 Quick route to the strange place with Red Limb's power。 デカキューブ。いないじゃねえか。天行の塔の仮想界。まさか大昔クキューブのフロアに結界が張られている。何かを企んでいるのかもね。何してきたってみんなまとめてぶっ飛ばす。行くぞ。Yeah, man, I'm gonna have to do a shit ton of boss gauntlets now.Rod's climb Sky Tower, head for the top. See Purity Garden. You have to go past there to get to where your large last cube is. Didn't you say something about the barrier though? It's okay, that just prevents us from going directly from our Kyvio. We'll get there if we keep progressing. Okay, let's go then. Something ahead.神の息吹はもう倒したじゃねえか。嵐も雷ももう十分だ。雷なら聞かねえ。いや、おめえはそうだろうよ。あの時の空島でも大変な目にあったわね。やめろ、思い出すんじゃねえ。そんなこと思い出してエネルでも出てきてみろ。どうする気だよ。皆さん、あれ黒いキューブです。またなんか呼び出すつもりか。Yeah. Oops. ほら見ろ、言わんこっちゃねえ。誰です？私たちが行ったソラジム、スカイピア、神を名乗り支配していた男よ。ロギア、ゴロゴロの実の能力者、雷人間だ。いや、なんだ、なんだ正解人。私のことを知ってるのか。そうだ、あれが雷。空島での気象装置が使うにはぴったりのやつを出してきやがった。誰が出てきてもぶっ飛ばして上に行くぞ。不届き。神の裁きを受けるがいい。You can even damage Luffy, really. Alright. Speed type. Weak to burn. Your skill causes paralysis. Have chopper with care. Yeah. Alright.
ぶっ飛ばす。 See you again, I'll pick up by this time. 誰だお前は。ここがどこかはわからんが、お前たちは聖怪人か。それになんだ、いつもより力が湧き出るような。まあいい、少し遊ぶとするか。決めるぞ、決めろ。 Beak and he's a speed, so... let's see. Swap out Usopp for Luffy. Swap out Franky for Sanji.私たちの絆。てめえ、ガストソード。Ineffective.するなら切るだけだ。いや、神を切れる気でいるとは。やれやれ、いつでも問題ないぜ。思い出せ、なんで俺があんな目に。ヘルプメモリTechniques won't work on him as effective, so let's try Franky, I guess. Franky, ineffective. All right.Putting his cube. Chikat, hayaku to. Futodoki mono mega. Alright, so. And of course, this is a technique type, so.楽しめたが、そろそろま。なんで私なのよ。Yeah, this is a gust sword. ガストソード。観念なさい。負けられねえよな。こんフランキー。あい。俺だって強くなったんだ。こん
な奴にも俺が万能薬になるんだ。不届き者めがグロームパドリング、形あるイカズチと思え、ブーリー。よっと、よし。不届き者めがうん、怖くなんてねえぞ。ほら、これうまいぞ。行くぞ、俺についてこい。シャツ、ミドクバカッド。I mean, he's not doing anywhere near as much as he usually does, so... Yeah. Okay, yeah, so... like the previous chief fights, I'll just have to ignore the black hues and just use them to like gain TP and stuff. Jesus. Oh no. And Chopper's dead. Yeesh. Well. At least everyone's willing to jump in if need be, but ugh. That is not a good team comp or anything. I guess Brook will be relegated to buffing and healing everybody then. Because we're going to be needing that, I'm sure. けるとするか。不届き者めが。Jesus。元気になってください。
下ろしちまうぞ。なんじゃねえ。こいつ強えな。死に甲斐がありそうだ。不届き者めがグロームパドリング形あるイカズチと覚えバーリー我が神なり始めようじゃないか雷号鬱陶しい奴らめ Jesus. May have to come back after grinding a lot for this one. Ah, hell. Do anything though, or knocked out? No, okay. Well, the tactics can't run away because this is a boss battle, so yeah. And yeah, of course, the boss resists the big move. So.始めようじゃないか。我が神なり。Yep. All right. Eesh. Game over. It says. Auto save. Okay, so auto save. Minutes for. I guess let me see where the autosave was. Okay, right here. They're up. I think you can escape a god. Okay, so it won't let me do that. Okay, here we go. Let's see, yeah.Let's see. First, save the game. And then, return to main story, so I'll have to do that on my own time, but. Looks like I might need to do a little extra grinding, despite my level and things, so. We'll call that here.Thank you for watching. If you enjoyed, and I hope you did, leave a like, comment, subscribe, all the usual blah blah. Man, that's that's a tough one. I guess these past few fights were thinking you'd be using the elemental damage, like the fire, ice, and lightning stuff, in addition to just being way powerful, but literally no other fights have required me to really need to use the elemental stuff, just the...damage type, you know, power, technique, and speed, so, whatever. We'll see you next time, so, hope you guys have a good day, stay safe, and we'll see you next time for more One Piece Odyssey. Hopefully it won't be too long after that, though, so, till then, later.